次に先ほどの3メートルぐらいのパターをやった雰囲気ぐらいの強さで、今度は9番アイアンを持って5ヤードから10ヤードぐらいを打ってみます。で大体まあ、少しパターのつもりでやってもクラブがちょっと長くなると円が大きくなってしまいますので、パターで3ヤード打ったぐらいの雰囲気で9番アイアンぐらいで打つと、大体5ヤードから10ヤードこう転がっていってくれますので、パター感覚雰囲気で、まあ、ちょっとアプローチなんですけど、こう打っていただくと、わりかしちっちゃい振り幅でこうピンを5ヤードから10ヤードぐらい簡単に飛んでいってしまいますので、このぐらいの雰囲気で9番ぐらいでアプローチを普通にちっちゃい振り幅でやる練習をしていただければ比較的寄せやすくなりますので、注意して練習してみてください。いつも動画見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、評価お願いします。ゴルフでわからないことは下のコメント欄に書いていただけると、動画でアップしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。